久留米大学は、福岡県久留米市朝日町67に本部を置く、日本の私立大学である。1950年に設置された、大学の略称は、久し大。久留米大学は、九州医学専門学校を前身として、六学部と五研究科、そして研究所、大学病院、附設中学校、高等学校、医学部付属臨床検査専門学校等を有する。 私立総合大学に発展した。見学の精神、国主の教授は常に、人しなり基本理念、真理と正義を探求し、人間愛と人間尊重を希求して、高い理想を持った人間性豊かな実践的人材の育成を目指すと、共に地域文化に光を与え、その輝きを世界に伝え、人類の平和に貢献することを使命とする。 旧世九州高等医学専門学校が設立母体のため総合大学と化してからも学内では医学部の存在が大きい。大学基準協会による2006年度大学総合評価及び認証評価を受診した結果、大学基準に適合していると認定を受けている。また、久留米大学病院は第三者評価機関である日本医療機能評価機構による 病院機能評価の審査を受け、2004年4月19日付で病院機能評価認定証を受理し、2009年2015年に再認定された。大学令によって主要な医師養成機関は専門学校から大学へ移行していった。しかし、これにより医師が都市あるいは都心部に集中するという問題が生じてきたため、福岡県医師会ではその対策として地方に 医学専門学校を設置しようとの動きが起こった。これが、久留米大学の前身たる九州医学専門学校創設の契機であった。福岡県医師会内部では、新設予定の医学専門学校の設置場所をめぐって、福岡市とするのか、久留米市とするのかで、誘致合戦となり、久留米市側は、当時の船越次郎久留米市長や久留米医師会が、誘致運動を展開した。 誘致運動が功を奏し、福岡県医師会内での投票の結果、久留米市に設置されることに決定され、1928年に4年生の九州医学専門学校が設立された。設立にあたって、1927年に日本、旅株式会社創業者の石橋徳次郎、石橋章次郎兄弟から、敷地や校舎などの寄付を受け、また、福岡県医師会、 クルメ市の協力を得た。なお、現在のクルメ大学附属病院は、九州医学専門学校設立時に、クルメ市立病院の遺憾を受けたものである。第二次世界大戦後の1946年には、大学令により、旧制、クルメ医科大学を設置して、予科を開設。1950年には、学生改革による、新学生のもで、新制、クルメ大学を設置。 現在の大井キャンパスにあった旧制、クルメ医科大学予科の教員、設備を母体として、新制、クルメ大学小学部及び医学進学課程を開設した。また、1956年には、大学院を設置して、医学研究科博士課程を開設した。1980年代後半以降、小学部を母体として、文系小学部及び、 文系大学院所研究科を順次設置して、現在に至る。久留米大学病院病院本館学部研究科、専攻科留学生別科付属機関大学内には、8つの研究所と11のセンターが設けられている。研究所、センター大学病院付属図書館21世紀、COE プログラム学生主体のサークル活動は、非公認、巡行人の団体も存在している。 医学部のある朝日町キャンパスと、小、法、文、教、人間健康学部のある老いキャンパスと、でそれぞれ個別に、学友会組織と、各部、サークル団体が組織されている。毎年春には、文化系の学園祭、C シ,ショック、秋には、学園祭、あの祭が開催される。毎回、タレントやアーティスト等を招いている。すべて、久留米市内。 理科学研究所と共同で、小児疾患共同研究室を2018年に開設した、学校法人久留米大学グループとして、九大エンタープライズという株式会社を運営している。ありがとうございます。